んです。言うて言うと、今回は主人公ジョエルの知恵であるビルに会いに行くところからのスタートです。もしかしたらビルから車を借りられるかもと期待して、果たしてエリーをファイヤーフライに無事に受け渡すことができるのか。それではスタートです。なんでこんなにさおかしいかっていうとね、あの聞いてください、セーブがさ違うの。あれ録画をしてて、1本分40分分フルで録画してて、結局録画できてなかったわけですよ。それでですね、やる気失せたし、なんせセーブがさオートセーブだったもんだから、戻れなくて、いいとこまで前回の続きまで戻れなくてさ、結局最初からする羽目になったわけなんですよ。そしてですね、最初からして、よしこれでここまで来た言うてやり始めたやん、やり始めたやん、やり始めたのに 2回目撮ったやん、2回目40分分また撮ったわけ。そしたらさまた撮れてなくてさ、もうこれやってられん、ほんと今年一番落ち込んどうってくらい落ち込んだわけよ。私はもう飲んでないとやってられんってことで、今泥酔状態でやってるからよろしくねもうね、なんかもう楽しくて仕方ないよね。ということで今からビルに会いに行くんですけどね、もうビル私もう2回も追うとる、2回も会ってる、もうもうここにこいつがいることも全部把握しよう、もうもう3回目やでこれ、もうええだ本当に、もう余裕のよっちゃん。あ、そんでさ最初からやったからさ、これめちゃくちゃ強化されてさ、強化はされてない、拾える窓は全部拾っちゃったから、もういろいろ揃ってしもて、これもサプレもめちゃくちゃ85もあって、今から体力最大値まで一気に強化したいと思います。見て、部品も123個とね、もう作業台でアップグレードできるまでいってるんですよね。よろしく。はぁ、もうほんと心折れるでしょ、こんなことしてたらさ。40分も2回同じとこ、ホラー、しかもホラーアパートやり直しさせまくられて、もうめちゃくちゃもうびっくりしてるわけさ。私はもうこんなどんどんにももう驚かないわけですよ。もうやること分かってますからね。もうこんなもんこうですよ、こう言ってこう、こう言ってこう言って、ここに布があってですね、もうこっちの部屋行ったらゾンビが待ち構えてですね、これを射殺するわけですよ。私は迷いなく、もう分かってるこの流れ。そしてなんかレイチェルのこれ見つけて、あのエリーがレイチェルについて触れる、レイチェルって言った今、ほらだからあいつとは俺だけが交渉する。レイチェルの手紙を見る。はいはい、わかりました。はっきり言ってビルはかなりよそ者に冷たい。そう、ビルはね、私2回も会ってますけど、ビルは相当狂ったクレイジーなおっさんだぜ。もうね、めちゃくちゃ喋りながら1回目も2回目も実況してて、自分の中のビルの人間像は、金髪の白人で、芸人のカズレーザーみたいなやつかな思ってたけど、会ってみたら全然違う。ちょい悪おじさんどころじゃない、ちょい悪具合で。ちょい悪っていうか、もう、かなりのヤンキーで、やばいやつなんですよ。もう今から会いに行くんですけど、もう嫌になってきてるんです。レイチェル、兵士たちが家を回ってみんなを無理やりバスに乗せる。すぐに近くで悲鳴が聞こえる。もう時間がない。叫んでも待っても君は会わなかった。もうこれ以上待ってない。二人の荷物はほとんど続けない。すべてが、一足先に、隠れ地域へ行ってる。来たよ、俺を探してる。君はまた絵面。オッケー、絵面からの手紙でした、レイチェルの。うん、お前、知らん。もうそんなもん知らん。ここにサプリがあることは知っとる。はい。これ以上待てない。はい、次行くぞ。もうここにはもう言わないせなんだもん、これ。次に行くんだ。出よう。そんでさ、左手ご覧ください、左手ご覧ください。左手にありますのはビルが仕掛けた罠、すごい精密な罠なので、これ人間が通ることもできないんですよね。これはですね、ここにある瓶を1個拾ってきまして、
まあこれ以上持てないんですけど、私が持ってる瓶をここに用意遊ばせまして、そしてここにこの罠に向かって投げるわけですよ。そしたら罠がボカンといくわけですね。私はこの罠で一回死んだわけなんです。頭が破裂しました。はい、そして次こっちからこっちに追わせられますのは、これも罠なんですね。これもジャンプして飛び越えられるわけがないので、ここちょっと下がってください。エリーさん下がってください。もういいですか、下がってください。破裂しますよ、死にますよ、そこにいたら。イエイ。はい、ということでね、こういう感じにクリアしていくわけですね。そういうことなんですわ。そしてこっちの部屋から、いろいろですね、こっからね、こっから部品があったりしてね。ああ、銃弾でした。はい、こっからなんですね、問題は。こっからが大変だったんですね、私。ああ、もうあのビルの草野郎が仕掛けたこのすごい大掛かり罠のせいで、私は宙づりになったわけですよ。宙づりになったわけですよ。そしてそのビルのふざけたトラップだよ。そう、冷蔵庫あるじゃない、冷蔵庫を、そこ冷蔵庫が重りになってる。こう罠を解除するためにエリーが必死に頑張ってどうにかしてくれるんですよ。こうやってね、ロープ切ったら罠が解除されて、俺も地面に落ちてられるからってやってる間に、聞いてください、このやばい音。ほら、来てる来てる来てる。ここで俺は何回死んだか。ああ、来てる来てる。ああ、もう無理無理、もう酔ってるから昇進が合わない。はあ、助けて助けて、早くしてくれ。もう酔ってるから昇進が合わないんですよ。気をつけろ気をつけろ気をつけろ、早くしろエリー、早くしろ。おじさんがピンチなんだよ、早くしろ。この酔っ払いおじさんがな、やってる間にな、解除してくれよ。あの冷静になら俺は強いんだよ、実は。あ、そう、あのクリッカーに関してはですね、先に やっつけないと死ぬわけなんですね。だから死ぬ前に、あのこっちに来る前に倒しとかないと俺が死んじゃうわけですね。こいつこいつ、よし、倒した倒した、オッケーオッケー、これで一段落終了なんです。早くしてエリー、早くして、早く早く。おじさんはまだ宙づりになって頭血が昇ってる状態、うわーっていう感じで一段階また上がるわけですね、天井に向かって。そしてエリーは地面に押すと、そういうエリー、そんなエリーを守らなければいけないわけです、私はこの状態で。オプションで照準アシストをオンにすることができる。早く言ってよね、照準アシストめちゃくちゃいい感じに、照準アシストめちゃくちゃいい感じで欲しい。あー、エリエリ、待て待て待て、おじさん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 の方へ来て、おじさんの方へ来て。あいあいあい、リロードリロード遅い、リロード遅い。エリが死んじゃう、エリが死んじゃう、エリが死んじゃう。はい、次次次、ドイツが生きてる。あ、こいつかこいつか。あい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 、こんなんこっちのもんですわ。あい、こがめかけて一発。はい、おい、こっちの問題、あれはクリッカーだクリッカーだクリッカークリッカークリッカーはやばいから、噛まれたら一撃で俺は死んじゃうから。おい、やっと降りれたわけですね、ありがとうございます。あーっていうことで四角ボタンを連打するわけなんです。おろ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 っつってな。はーい、はいはい、ここでここでここで、はい、登場しました、ビルの出ました。これがビルなんだ、俺様が大嫌いなビルだ。もうこいつは友達ともなんとも思わねえ、もうめちゃくちゃ生意気なおっさんなんだこいつが、すごくすこぶる悪くて。はい、もうこいつに任せといて、俺は逃げることに専念する。早く早く来い早く来い早く来い、銃弾を使わなくて、銃弾はいらん、いるいる、銃弾を使わない方がいいと聞いた、あの視聴者に聞いた、あのコメント欄にめちゃくちゃ銃弾を使うなと書いてるけど、俺は、あ、クリッカー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 、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、ナイフで殺せるんだ、俺はナイフを持ってやがるから。おい、これこれこれ、来い来い来い、またクリッカーが生きてる、奥でクリッカーが生きてる、あいつを先に仕留めないと。あー、ちょっと待って待って、話が違うぞ、俺ボコボコにやられてるじゃないか、やめてくれ、走れ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 、あー、走れ走れ、俺が一番に走れ、もうこっちに逃げよう。あーあー、回復した回復した、あ、死ぬ、危ない危ない、クリッカー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 、危ない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 、死ぬ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 、回復しよう回復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 
かく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 、ああああ、死ぬ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 、もう安全な、ナイスナイスナイス、エリーナイス、あ、掴んで掴んで掴んで、おお、はいはいはい、いいでいいでいいですよ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 、なんですけど、ほいほいは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 い、クリッカーがいるよ、クリッカー気をつけて、はい、いいですね、はい、死ぬ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 、ああ死ぬ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 、あ、よしよしよし、エリーは強い子、エリーは強い子、ドビーは悪い子みたい、あ、ドビーは悪い子、エリーは強い子、行こう、おい、クリッカー後ろいる、おいおい、志村志村後ろ、あ、志村後ろ、あ、おいおいおい、早く早く倒してくれ、打撃だって死なないんじゃなかったのか、お前の攻撃はどんだけ強いんだ、すごいぞビル、すごいぞビル、ということで、あと少しだ、ついてこい、ついていくことにします、早く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 回復したい、なんなら回復したい、あ、くそ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 、俺が一番に行く、俺が一番に行く、早く行け早く行け、早く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 登らせてくれ、あ、もう行くんなら早く行け早く行け早く行け、早く早く早く、登れない登れない、早く俺が一番に行く、俺よし、やっとここまで来たぜ、見たか酔っ払いの力、本当にやばかったぜ、やばかった、ああ、ありがとう、助かった、あ、ヘリー Nice to meet you、 え、何ジョエル、何すんの、そうなんよ、こういう人間なんよ、ビルは人間欲しいな、許してあげて、俺は本気だ、こいつは悲しい人生を歩んできとるから、許してあげてくれ、反省はしてない、感染はしてないけど、ほら強い、ほらエリー強い、肝心の時にエリーは強い、やっぱりエリーにも武器を持たせた方がいいと思う、やめろって、勝手に家に入り込んで、うん、罠を全部台無しにして、それは怒るわ、殴ってきたのそっちの方だ、頑張って罠仕掛けたもんな、ビルもな、なんでいる、あんたに関係ないでしょ、食ってかからない、食ってかからない、まずはこの手錠外して、分かるよ、思春期のお嬢ちゃんがそんなこんなちょいわろうさんに絡まれてな、もう機嫌を損ねることはすっごく分かる、マジで冗談かよ、車が必要だと、車必要なのよ、そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずない、そりゃそう、こんなやつ車を貸してくれるわけない、俺たちに車か、持ってけ、ついでに食い物も全部だ、どうせ食いすぎて、うおい、言ってやれ言ってやれ、黙れ豚、あんたこそそれは言い過ぎや、豚は言い過ぎや、かわいそうや、それはお前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ、そうかな、作ったろ、そうかな、どうせ使える車はない、町のどういう借りを作ってるのか気になるよ、ね、車の部品だけだ、じゃあ修理はできるって、修理してくれ、じゃあ分かった、イエーイ、町の反対側に必要なものがある、おっと、取ってくることができれば車を修理してやる、オーケー、任せろ、俺は地では読めないけどやればできるやつなんだ、そしたら借りはチャラだ、借りはチャラ、何の借りがあるか知らんけど、行くか、ついてこい、町中に罠が仕掛けてある、ヘマすんなよ、やばいな、こいつの罠すっげえ強力だし、ね、一回死んだもん、やめろ、頭吹き飛んで死んだもん、よし、何か必要なものが全部必要だ、全部持ってくわ、もらえるものはもらっとけっていうか、工作しよう、工作、これをさ、はい、こうピャーンって作ったら余白ができるわけですので、これも全部持っていけるわけですね、1個分治療キット1個分の材料をまた追加でもらえた、サバイバルガイルを見つけると工作能力が上がる、ナイフが強化された、詳細を見る、ナイフの研ぎ方を知らされた、サバイバルガイド、そういうことなんです、これ以上持てない、よし、これでこの地図 も一緒に持ってって、この、うん、アルコールも持ってって、あー間違えた、あー こういうことなんですね、ちょっとよく見てみましょうね、一応よく見てみるとビルの街の地図ということですね、はい、さあ準備ができたよ、行きましょうね、もういいのか、いいぜ、ああよーし、行くぞ、ドア閉めてくれ、はい、分かった、別の建物に移る、上だ、
急ぐって離れるな。こんなことになるエリーがフッって言うと、あそこでほっとけよかった。その大人をバカにしたような笑い方をやめろ。ああ個性的だろ。話に聞いとった以上にヤバいやつだから。何でも好きにしろ。なんだこれ。ああ何でも持ってけ。ズームイン。ハンターたちが街のすぐそこに来てるのを見た。だが感染者たちが追い払ってくれた。注意書きはもっと出そう。本気でヤバいってこと知らせないと。ヤッホー、行くぜ。行くよ。何に巻き込まれたんだ。テスはどうした。まあいろいろあってな。仕事だよ。テスはいろいろあってな。荷物は何だよ。すごい反抗期って感じ。ああお前気は確かかよ。反抗期って言っても知らん人に反抗はしてんかったな私も。え、みんなで修理しないの。みんなメール大人げないねんビルは。必要な部品はこんなちびっ子にさ喧嘩を売るな。普段は近づけない。だから銃がいる。おう銃がいるな。バットがあるぞここに。でもバットより今自分が持ってるやつの方が強いから、パイプの方が強いから。これをそういやさパイプこれ強化したいね。強化できへんのか。え強化できない感じ。できない。強化したんかな。もうなんか外がわーわーうるさい。中にいるぞ。始末し忘れてただけだ。安心しろ。でテスのこと答えなかったな。動いた。いつも一緒だと思ってた。俺が始末してやってもいいぜ。忙しいんだ。そうか忙しいか。うわエリーが引いてるやん。天国みたいなもんだな。エリーかわいいなやっぱ。ああそうだよ最高。これは拾えるまま拾うぜ。なんかさっきからっていうかさ気づいたんだけどさ、医療キット拾っただけで回復するね。ちょっとなんでだろうね。こういうとこ見て、ちょっと優しいのこういう時に本来の性格出るから、実はこいつ優しいやつじゃないかと思った。はい外に出ました。車がいっぱいありますね。寂れた車が。おらおら拾え。お前天才だな。なんでこの辺の車を直すって思いつかなかった。ビルがエリーを煽り寄る。分かったからもうやめて。タイヤは腐ってるしバッテリーは死んでる。嘘。待て。早い。どこ。逃げよう。あれやば。エリーも戦ってる。やっぱエリーに武器渡した方がいいってやっぱ。ああ待ってって。すごいよねこれ。あー痛い。てめえ死ぬだろ。俺が死んじまうだろ。やめろよ。クリッカーがいたはず。クリッカーを一番に倒さないとまずいんだわ。ジュース買っちゃうね。もう任せていいかな。下手くそ外れてんじゃないか。しっかり撃て。ほらこれだ見たか。お手本だ。銃の弾欲しい。よし拾うぜ。俺は拾うぜ。いっぱいあるラッキー。もうほんまみんなそれぞれさ、おのおのがおのおの好きなこと喋りたい放題で、俺は話が聞こえねえんだわ。分からねえんだわ。ただでさえバカなのに分からないだろ。もうちょっと一人一人意見を尊重し合って話し合ってくれないか。よし小屋に入ろう。もらえるもんもらっときたいけど、よくこんなところに住もうと思った。これを作りたい。よっこらせラッキーチキーンよて。これも作りたいけど上限がもう無理だから、これ諦めるしかないな。この下のやつも持てないと。じゃあ次行こうね。仲が悪いお二人さん行きますわよ。感染者は来ないだろうな。必
鍵を持ってないからな。したら本当にぶっ飛ばすぞ。嘘ついたらお前の命がないからな。分かったか、ビル。たくや。どっちだ。どっちだ。こっち。控室だ。光っと、光っと、光っと。ヤッキー、部品だわ。嬉しいわ、私。地下室ということはこっちですね。この扉の中だな、階段は。すべてお見通しさ。賢い私は考えた。よし、こっちだ。よし、ここだ。おっと。お前は何も触るな。何も触るなって言われたからな。触るなよ。これ以上怒らせたらめんどくさいわ、このおっさん。始めよう。何を始めるん？ダメだ。え？銃がいる。お前はいい。よ。自分の身は自分で守る。その通り、持たせた方がいいやろ。エリーには持たせた方がいいと思う。絶対。ここにいろ。最悪、ジョエルより強い。黙って殺されろってことよね。違う、そういうことじゃない。うちのジョエルはポンコツすぎて話が分かんねえやつなんだわ。そうかもな。自殺行為だ。テスがよくオーケーしたな。テスが言い出した。そうだ、テスの遺言だぞ。もっと賢い女だと思う。テスの悪口はよせ。まあ、いいか。あのガキは拾った場所に捨てちまう。そんなひどいこと言わないの。じゃない。じゃあほっとけ。本当に人のこと、人の子か？一つ教えてやる。ビルは。昔はな、俺にも大切な人。そのパターンね。大切な人が死んで、まあ、無になっちゃうパターンね。面倒を見てたやつさ。わかる、そういうやつもいるのはわかる。そういうやつってだいたい今じゃそんなの昔は優しかったね。死んでいく、うん、じゃあどうするか。頭を使ったね。一人の方がいいと気づいた、うん、それもわかる。ビル、そういうことじゃないんだ。いや、そういうこと。結局弁当も一人で食った方がうまいもん。おい、入り口でお前に何て言った。触るなって言ったじゃん。これを片付けただけだったわ。何も触るな。クソガキが。最高かよ。あんなガキの相手してるとお前もエリー最高かよ。ええと思うで。その大人を舐め腐った態度。ほら、とてもとっとと終わらせようぜ。やばい、大物になる予感がする。これはまさに人類の希望だわ。やった、銃もらった。ショットガン超好き。ショットガン超好き。なになに、見せたいものがある。新しいおもちゃだ。新しいおもちゃ。まあ新しいおもちゃもめちゃくちゃ気になるところなんですが、今回はここに、ここまでということで終了しておきます。何かいた？なんかガが飛んでるね、光の周りに。なんかいるわけ。本が好きなの？これ本？ CD？ ということで今回はここまでにしておきます。すごい、結構雑誌とかもリアルじゃんね。じゃあね、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。